今の実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、昨日に引き続いて就活の塾2ということで、いつの時代も多面的に考えるっていうね、まあ当たり前って当たり前の話なんですけども、確認のお話をしたいと思います。昨日もね、就活の塾の話をしましたけども、あの塾を、まあ、仮に設定してみてね、まあ、これ以外もあると思いますけども、確認してみて、一つはあの会社を見極めるときに、どんな会社がいいかなと思ったときに、働きやすいというのと働きがいがあると、この両方があると思いますね。特に最近は社会貢献活動をしたいといった人はどちらかというと働きがいの方をウエイトを置いている、まあ、こういう学生さんが今増えていると、こんなふうに言われています。じゃあどういうところの働きやすさか、まあ、お給料もそうですよね。それから福利厚生、休日だとかね、就業時間がどうか、それから企業文化風土がどうか、こんなことが言えます。そして働きがいって何かっていうとね、例えばあの20代でいろんなねことを任せられて権限を持ってやれると、まあ、30、40代の代じゃなくて20代でもできると、まあ、これもね一つの働きがいだと思います。あるいはね、この会社にいたらね人間的成長できるなっていうね、こんなことも働きがいでしょうし、ここだったらねいろんな能力開発ができる、能力もねいろいろ身につく、いろんなスキルも身につく、こんなこともね働きにあると、まあ、他にもあると思います。逆にあの自分自身のね、面で棚卸してみたいです。まず自分自身について、保有能力の発揮ですね。理系の方なんかね、いろんな実験してとかね、いろんなあの研究してなんていうのがね、保有能力が明確ですね。でもう一つはね、やりたい仕事ってことですね。まあ、夢というね、こういう小さい時はこんなことやりたかったっ、こんなことも含まれるでしょう。そして強みなんですけども、これ違う YouTube で挙げましたけども、まあ自分の性格に合ってるってことですね。まあ、合ってないことやるとね、なかなかうまくいきませんので、そういう意味でこの仕事向いてるだろうなと思うようなことですね。でその時に今最近は、ここのね変わりにくい、まあ、自分はせっかちとかね、なかなか変わりにくい属性、ここっていうのはね、じわ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 、その方が、本当に能力発揮できるかに関わってきますんでね、そういう意味で、ここも分かるようになってきましたんで、こんなこともね、少し考えてみてもいいかなと思います。まあ、非常に正確性があるテストね、今ねご提供しますけども、そんなこともあると思います。それから制約条件もね、これ現実問題ね、考えなきゃいけないことなんですけども、地理的な制約ってことでね、例えば地域正社員なんてもできましたけども、正社員でいたいんだけどでも転勤は嫌だよっていうね、親ももう結構年齢いってるしとか、まあ、いろんな条件があって地理的にねできるだけ、限定的に働きたいっていう方もいらっしゃる。それから就業規則の制約もある方もね当然いらっしゃると思いますね。そして家族のケア、まあ、こういう制約条件も全くね無視して考えない、あるいは奥様のこともねあると思います。まあ私のね友人でも奥様のね仕事の都合で、まあ、職を変わられた方も、まあ、いらっしゃいますんでね、まあ、そういうこともあると思いますね。旦那さんの都合で変わられた方もいらっしゃると思います。じゃあ就活の塾で就職希望企業を分析するとどうなるかっていうことなんですけども、これさっとねちょっと私の方で今のねお話した内容をフォーマット作ってみたんですね。そうすると例えば皆さんが行く会社 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F、 ここ行ったらいいなっていうね、まあ挙げたとします。そうした時に働きやすさ、働きがい、これはどちらかというと就活予定のね企業の情報収集ですね。そして、自分自身の棚卸塾で、今保有能力、やりたいこと、強み、それから制約条件、地理的、就業期間、まあ、場合によっては、ね、就業期間って何かというと、例えばお父さんがね経営されて5年ぐらい経ったら戻ってこいよと、こんなこともありますね。これ就業期間もあるでしょうし、それから家族ケア、こんなこともあります。でそうした時にこれざっと見てみて、どういう使い方をしたらいいかっていうことなんですけども、そういうのを塾で評価してみるんですよ。点数5点から1点で。そうするとね、ここにずっとね A 社は一番左これ5点だな、 B 社は3点だな、これ2点だなってザーッと入ります。そうするとね、これ一つの要因で決めるっていうのは非常に、まあ、現実的じゃないですから、いろんなことで決めますから上げてみるんですね。でその次、これも大事なんですけど、特に大切にしたい就活の塾の点数を3倍にするんです。例えば自分は働きがいが一番大事だなと思ったら、そこのところの点数3倍にするんです。あれ、いや家族のことはもう絶対だから、ここはもう外せないなと思って、ここ3倍にするんです。そうするとね、大体あそうだ、自分の会社っていうのは、行きたい会社っていうのはこの会社が合ってるなっていう、またこれ決めちゃダメなんですね。当たりがつくってことですね。そうだ、 B 社ぐらいが僕の塾からしたら、私の塾したら合ってるなって、こうなるんですね。そしてこのちょっとピンクのとこですけども、単純に合計点だけで決めちゃダメです。眺めてまずじっくり考えて、ただねこれね自分で最初入れてますから、
なかなかね、性格とかわかりません。そうするとこの軸で外せないなと思ったらね、このキャンバス描いてみた後にもう一回情報収集するんです。そして何回も何回もこの点数を塗り替えて、やっぱりここが一番いいなっていうことが、まあ、その都度ね塗り替えるために考えますんで、だんだん定まってくると思います。ということでね、こういう企業分析のやり方もあるんじゃないかなと思います。これあまりね、こういうこと言ってる人いなかったんで、いろんなね YouTube とかいろいろ見ましたけどなかったんで、ちょっと私なりに考えてみました。そしてもう一つね、就職確率ってね、これ無視できないと思うんですよ。例えば競争率100倍の会社、ね、1% しかない、99が落選しちゃう、こういうケースあるじゃないですか。そうした時に50社受けた場合、1社以上の内定が得られる可能性っていうのは、50社全部落ちる可能性が 60.5 なんですね。そうすると 39.5% ぐらいしかないんですね。そして今度ね、50社もあって本当に自分の希望する会社がどうかっていうことに関しては、そもそも就活の塾が合ってるかどうか分かんないんですよ。分かんない中でここは有名だから、ここ大企業だからって言ってる人は少なくなりましたよ。少なくなったけどまだまだ多いんですね。となった時にもう一回ね、私はこういうね、まあ、科学的とは書くことだなんてね、昔ねテイラーっていう人が言いましたけど、というように書いてみてじっくり考えた上で、まあ、確率もいろいろ考えた上でここだったらいいなってところを就活に当てる、まあ、限られた時間ですからね、というのが大事じゃないかなと、こんなふうに思います。ということで今日のまとめをしたいと思います。就活の塾に限らずね、まあ、いろんな物事っていうのは一面だけで考えちゃいけないんですよ。まあ、コロナだけでもね、感染数だけで考えちゃダメなんです。まあ、何回もね YouTube で上げてますけど、だから多面的に考えることが重要だと思います。そして2番目、事前に就活の軸を考えてアクションリサーチですね。違う YouTube で上げますけども、情報ってね、いろんな情報が混じってますからね、実際一番いいのは、まあ、いろんな方法を駆使して一時情報ですね、現地情報ですね、行ってみるですね、というようなことを繰り返してキャンパスを塗り替えてもう一回ね考える、こんなことが重要です。まあ、コロナ禍でね厳しい状況ですけどね、こういう何回も何回も考え直してみるとね、結構ね皆さん納得いく就職活動ができるんじゃないかということで、この就活の塾の検討のキャンパス、こういう話をして、そしていつの時代もね多面的に考えることが重要だと、こういう話をしました。まあ、こうした、ね、まあ、就活に関する、まあ、企業活動に関するお話、皆さんのね、これ今日は学生さん向けにお話をしましたけども、それ以外にもね、この企業の立場で考えてお話をしたりとか、経営学の基本、それから企業事例、ニュースになっていることのコメント等々、いろいろ毎日情報発信していますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日もご清聴ありがとうございました。